今回はエンダーリリーズをプレイしていきます。あ、オープニングですね。あ、綺麗な、でもちょっとおぞましい赤い炎、ようやく見つけた。はい、巫女の末裔。私の声が聞こえるかと。多分今赤いのが喋っていて、巫女に語りかけていた、そして巫女を起こしたっていうところですかね。綺麗ですね、可愛らしい子です。目を覚ましたようだなと。はい、体は大丈夫そうだ、よかったです。結構なんか足ガクガクですけど本当ですか？おー、驚きましたちゃんと驚きましたはい、私が体を失ったのは巫女が関係しているんだかな。この子のせいでってことですか？とはまた別の巫女。いやでも、どうなんでしょうね。この国に何が起きたか覚えているか？思い出したくないっていう感じですかね。思い出そうとしたら、なんでしょう、なんか頭が痛いみたいな。お前も記憶を失っているのかと。はぁ、お前も？他の巫女も失っているのか、もしくはあなたが失っているのか、ちょっとその「もう」が誰とあなた、誰とお前なのかが気になりますね。まずここから出るとしよう。はい、今分かったことは、なんか巫女のせいでこんな体になってしまったっていうことと、記憶を失っている人がこの子と他にもいると。外がどうなっているのか自分の目で確かめると良い。この人は生きている認定なんですかね、それとも亡くなってしまって霊体なんですかね。 B でジャンプです。あ、 Y で攻撃。おーおー、かっこいいですね。 R、 赤い方向が移動できるところってことですかね。おお、こっち側ありますね、なんか白いのありますね。読みます。白巫女像の文字、白巫女を模して作られた大きな石像、形を残しているゾーンには暁の白巫女、崩れてしまったゾーンには風の白巫女と刻まれている。やっぱり巫女は2人いるんですね、これ。なるほど。手前がだから、どっちだ、手前が崩れてしまっているので風で、奥が形を残しているので暁ってことですかね。これで調べます。あ、ここか、ロックされている、ここはいけないようです。で、右上オレンジになったので、多分最初水色でオレンジになったので、これでここでできることはもうないよっていうことだと思っておきましょう。じゃあ、なんか L で回復ですかね、がすることができる。でもあれ、赤いところが行けるところだとすると下に行けると思うんですよ。あ、じゃあこっち左に行って下ってことですかね。じゃあまだか。じゃあ右に進んでいきたいと思います。はい、あ、でもここはもうオレンジ、あ、 B でジャンプ、それはなんとなく気づいてました。二段ジャンプはできないですよね。壁ギリギリだとこうやってよじ登ることはできると。ここは元からオレンジなのでできることは特になさそうです。敵敵敵、恐れるな、恐れるな、無理でしょう。私の力を使え、お前ならできる。Y で攻撃、はい、えい、うー、お、一撃か、一撃ならいけますね。はい、 Y で攻撃していきます。ズンズンズン、今なんか攻撃した時にシュンって言ってなんか入ってましたかね。あ、1の下に何か溜まってる。あ、アクション確認することができます。祈りで回復、 B でジャンプ、回避、 ZR で回避、ほうほう、泳ぐことができて召喚、ほう、 ZR、 あー、これ回避ですね。はい、ちょっとあまりにもダイナミックヘッドスライディングですけど、まあまあまあ、あんまりさせない方がいいですかね、痛そうなんで。
ここは左じゃなくて右ですね。でも何か回収できる要素があるようです。奥に倒れてる子いますね。この子は倒しましょう。あー怖い、嘘。あーごめんなさい。あー一撃で倒せなかった。嘘じゃん。あーでこれで回復ですね。あー一撃で倒せないんですね。それは聞いてないですよ。なので攻撃して、うわー、あーダメだー。どうしたらいいんですか。はい、ZR 敵をすり抜ける、こういうことですね。で後ろから倒せばいい。あ待って、こっち向いてる。危ない。今ので避けられてます、わかんないですけど。 OK です。敵をすり抜けて攻撃して、攻撃されそうになったら振り向いて、はい、あもうこうですね。これは完璧です。ジャンプで空中攻撃、空中攻撃 OK です。こっちかな、いや違う、上ですね。いや上は上だと思うんですけど、ここで収集できる何かしらがあるはずなので、どっかで収集。ぺっぺっぺ、危ない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 。一撃で倒せないんですよね。気をつけましょう。なんかやっぱ経験値的なものが手に入ってますね。おっと、これ一回避けましょう。じゃあで後ろから攻撃しましょう。まあ、基本避けてから攻撃をまあ主軸として、下 B 下 B 下 B。 おお敵お罠すぎる。 OK です。でじゃあこれ、あ回復の祈り L？ ん？あ、L で回復はできる。だからそれは関係ないですね。読みましょう。イレイエンの手紙、シーグリッドへ。はい、そちらの白巫女にお守りを渡してほしい。白巫女を皆に渡しているもので、過去の魔法が込めてある。結界が、汚れ者の脅威から守ってくれるはずだ。はい、結界は砕けても修復することもできるが、それは白巫女にしか扱えないものだ。ではよろしく頼む、イレイエンと。まあ、白巫女さんが複数にいるということは分かりました。でイレイエンさんがシーグリッドさんに、まあだから何かをシーグリッドさんに白巫女に渡してねって何かをしていると。ってことはこの一緒にいてくれてる人はシーグリッドさんなんですかね。で何かを届けに来た人、白巫女さんは今からなんかいろいろ結界を修復していく人だと思っておきましょう。とりあえずこれでもオレンジにならないですね。回復の祈りはちょっと待ってください。まあ、70回復できたのでまだいいでしょう。お何ですか。あごめんなさい、もう見ました、すいません。でかわす、あじゃあこの中のどこかに白いのがあるんじゃないでしょうかと思いつつ、でも敵が出てくる可能性も OK です。 OK です、大丈夫ですか。これ取って、おな、何でしょう。お守りのかけらです。最大 HP がプラス5、まあ、今が100ですから105、まあないよりはマシ。白巫女たちが身につけているお守りの一部かけら、あ砕かれた小さな破片はわずかに光を帯びているってことなので、あなるほど、ちょっと見ますけど、これはなんか装備するみたいなものではないと。これですね、装備中のレリックって書いてあるので、装備できるのはレリックってものっぽいです。でここはオレンジになったのでもういいでしょう。一個前上に行けるルートがあったんですか。あしまった、ここ上に登れない。あ頭悪い、もう戻れないですね。やってしまった。ここは壊せると。で敵ですね、オープン、オッケーです。かわして後ろから攻撃、オッケーです。さあ右に来ました。白いのがあって取りましょう。汚れ者の書の切れ端1です。汚れを受けると肉体意識、魂の中でも力の根源の魂を蝕み、はあ、肉種が体に発現する。肉種によって肉体は驚異的な再生能力を得て、あこれ獣って読むんですね。これから獣でいきましょう。不死の獣となる。時間の経過とともに体の操作が意識から離れ、汚れの持つ憎悪や攻撃性に駆り立たれて狂ってしまう。とんでもない、とんでもないですね。回復、あ大丈夫か、少し休んでおこう。大事ですね、それはすごく大事ですね。ここに乗れる意味はまあ特にないのかな。汚れを集めると、今多分敵を倒すことで汚れがどこだ、140から54まで上がってはいるんですけど、
多分上がったらなんか能力的なものが上がっていくんですけど、集めすぎると意識がなくなるかもしれないと。ほう、レストポイントでは進行状況を保存します。あ、ここセーブポイントですね。了解です。休んだことで HP やスキルの使用回数、スキルに使用回数制限あるんですか。あー、まあ今は剣しかないですけど他のものでってことですかね。祈りの回数が全回復、これはありがたいですね。倒した不死の獣たちも再び現れることになります。困りましたね。まあ、さっきの話を聞いた限りちょっとある程度あんまり敵は倒さないで進んでいこうかなと思います。理由としてはあんまり汚れをね、集めたくはないので。はい、汚れの記憶が解禁されました。これまで見た旅の中で見た過去の記憶の映像を見返すことができ、ありがとうございます。記録はしておきましょう。出発します。さて、まずはこのエリアをオレンジにしたいですね。おお、なるほど、こっちからこうやって登っていくのかなと思ったんですけど、まあ奥にも進むことができると。何でしょう、獣の書の切れ端に獣となっても意識を持つ者がいる。ああ、それは、最も辛いことで意識を持つ者は苦痛が消えることはなく意識が消失しない限り永遠とも言える時を苦しみ続けることになる。獣となってしまった者の救済は白巫女の浄化の奇跡によってのみ。あ、なるほど、だから獣となってしまった人がこれから現れるから、それをよいしょ、まあこれで開きますね、助けてあげましょうみたいなところなんですかね。この剣士さんは、まあ、現れて手伝ってくれますけど、この人はどういう扱いなんでしょうね。あれは多分飛びかかってくる。今までも飛びかかってきましたので分かってましたよ。あ、だからできるだけ倒さないって言ったのに。はい、そうですね、これをだから避けていきましょう。まあ可能な限りっていうところでいいですけど、無理。え、なんで今急になんで歩いたんですか。まあ、この子たちは倒さなくてもいいでしょ。あの剣持ってる子はちょっと危険なので倒したい気持ちありますね。こっちまで来ますか。いや、無理だな。これはこうですかね。あ、でもこうか。あ、失敗した。こうやって後ろ、これですり抜けられないですか。 OK です。で、ふっば、 OK です。OK です、 OK です。まあ剣持ってる子はちょっとあんまり、倒しましょう。汚れも溜めたくはないですけど、でも全部避けていくのはさすがに大変なので、よいしょ、そういう気持ちでね行きたいと思います。危なー、こっち行けます。じゃあここで倒し、 OK です。で、登っていきます。この剣持ってる子は仕方ない、倒しましょう。 OK です。で、あれ、さっきその辺にいますよね。その子がどうやって動いてくるか。飛んできます、そこから。飛んできますよね。OK です。そしたらかわせる。OK です。かわしました。ここ下降りて、まあこの子はかわして、うわ、かわして。ちょっと攻撃のタイミング悪かったですね。あ、もう一回かわした方がいいかもしれない。あ、早かった。まあ、OK です。超えました。下にも降りますね。行きます。来い。来い、攻撃してきて。 OK です。で、これで切っていって、あ、防がれたので転んでこうです。うわっ、あっ、あ、 OK です。で、これ右側は何もないので、じゃあ下ですか。進めるとしたら右上っぽいんですけどね。あ、まずい、まずい。 OK です。まあ剣持ってる子はごめんなさい、一回倒しましょう、脅威なので。左側ですか。ん、いや、こっちは何もないですかね。じゃあ右行ってみましょう。これは壊せる、壊せます。右に行って、あれは敵向かってくるのでピュッと抜けて斬殺ですね。 OK です。これ届きますか。ジャンプしてシュ、あ、届きましたね。あー、届いても仕方ない。なるほど、下に降りますか。まあでも下降りたら多分行けるんでしょう。遠くで開く音がする。これは壊せますか。あー、壊せた。 OK です。じゃあこっち行ってみましょう。おっと、敵か、強い敵、強い敵ですか。強い敵ですね。まあ、戦ってみますか。一回すり抜けてこっち、おう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 、すり抜けて、あー、ごめんなさい、ごめんなさい。あっ、てっ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 て、うそ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 う、嘘嘘、死ぬ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 、回復して回復、間に合う間に合う、間に合いました。じゃああとはもう切るだけです。 OK です。なんかありましたね、ここに。あ、お守り5個いるやつですか。これは取っておいてよかった。え、でもまだここオレンジにならないですね。
まあでも今の子はボス、中ボスっていうよりはちょっと強い雑魚的なんですかね。ここはスルー、ここもスルー、スルー、OK です。上に登る道はあるんじゃないですか、さすがに。そうですね、で、ああなるほど、あこれさっきこっちですね、こっち左来て何もないやってなったところだと思います。本当だ、剣の、剣の下に無限大、あこれもしかして、あ滑り込みをしちゃいけないんですかね。痛い、ごめんごめんごめんなさい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 。剣の下に無限大マークがついているので、多分剣にスキル制限はないってことだと思います。あー OK です、ジャンプで届きました、普通に。ごめんなさい何度も失礼して、この子を倒します。この子は襲ってきてくれた方が嬉しいんですけど、これどうにかいけますか。じゃあ一回回復しときましょうね。で登ってシュッ、 OK です。えそれは無理でしょう、シュッ、うん、シュッ、痛い、シュッ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 、あ、OK です、OK です。あ、OK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 。もう、なんか、まあ、攻撃手段を持ってない子はね。まあ、ごめんなさい、ダメージ食らいましたけど。白鏡書の一章だと思っておきましょう。ある時、雪降る果ての地より、汚れを持つ者が現れ、果ての国は汚れの厄災に襲われました。果ての国、ここですかね。汚れは人を狂気に落とし、化け物に変えてしまう恐ろしい呪いで、かつてこの地に暮らしていた古き民の怨念から生まれたものだと言われていました。汚れは人へと伝染していき、汚れを受けた者は獣と呼ばれました。これはあれですね、あのその伝承として書物に残っているものってことですかね。これが現実に起こってしまったっていうところでしょう。 OK です、オレンジにできたので次進みます。おお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 お、これはここ、あじゃあでもこれがあるってことは高く飛べるようになる可能性が出てきましたね。汚れを受け不死の慣れ果てとなってしまったもの、あやつらはかつて獣と呼ばれていたと。かつてって何ですか、今は呼ばれてないんですか。椅子がありますね、もう確実にこの後ボスだ。休みます。まあここまでの収集要素としてはちゃんと収集できているので、問題としてはまあ本当はもうちょっと雑魚の人を倒してなんかレベルを上げて何かしらスキルとか取るなりステータスを上げるなりしておくのがいいのかもしれませんけど、まああんまり汚れを貯めると良くないようなのでね、まあこのままとりあえず行ってみましょうか。ダメだったらちょっとワンチャン戻って何かするかもしれません。うわー綺麗な教会ですか、濃い汚れだ、気をつけろと。えでもなんか知ってる人だったりします。えでも記憶がないのか、そうか、指さしてますよ、やっぱ知ってる、守るために、はい、潰して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 、これやばいですね。もともとは守ってくれる人だった、あシーグリッドさん、シーグリッドさん知ってますよ、さっきなんかあのなんか守ってって言われてたような気がします。どうしたらいい、どうしたらいい、どうしたらいい、なるほどなるほど、これは振り回すと。じゃ振り回し終わったらですかね、一回攻撃を避けてで切りに行きましょう。痛い、これを避けて切って、はっ、でもこれ振り回しますよね、 OK です。で切ります、はい、痛い、何でしょう、ほっ、避けて避けて切って切って切って、避けて避けて避けて、回してます、回さない、回す時と回さない時の違いがわからない、これは一番のチャンス、避けます、シュッ、今がチャンス、はい、倒し切りましたよ。あこれで解放ってこと、痛い、間違えた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 、回復します回復、回避するつもりが回復して、ちゃ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 、これこのサイズで倒さなきゃいけないんですか、きつくないですか、んーぞっこいしょ、 OK です。あこれでも避け、痛い、避けられる、避けられはする、あー何かしてきます、まあそれは何かしてくるんでしょうけど、ほっどんどん、なんでなんでジャンプで避けられないですか、はい、あー避けた、最悪です、回復して回復して回復して、避けて OK です、ちょ避けるの範囲狭いですよ、もうだから向かってくるところでふっ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 、待って、敵に向かっていって突進するのはやめてください、最悪すぎる、 OK です、そして逃げるように回避する、 OK です、
ハッピーロケです。来て、ツッツッツッツ。今のは向かっていった方が良かったです。ネットオッケーです。待って待って、オッケーです。これ避けてこう、あ痛い、オッケーです。もうちょっと、え、あ、いけた、まず、いや無理無理無理、ああ今が攻撃が打ち合って走る。いやいける。レベルアップしました。まあさすがにね、さすがにもうそろそろレベルアップするところだったので、ああ私が守らなければいけなかったのに。そうですね、シーグレットさん、なんか守ってって言われてましたもんね。触れる触れる、ああ、そういえば強い汚れを解放できるのは白巫女のなんちゃらだけだみたいな話ですよね。だ、汚れを解放してあげる。泉の白巫女様は私の憧れだった、不死の獣に対抗できる唯一の希望、大きな責務を負いながらいつも笑顔で私を照ら、みんなを照らしてくれる強くて優しいお方。姉の便りは、泉の白巫女様の体調が優れないことを知らせるものだった。浄化の負担が大きくなっているらしい。あ、浄化が大変なんですね。白巫女様の犠牲の上にある平和な時を私は素直に喜ぶことはできない。犠牲の上にあるからですね。何よりそんな時に、守り人としてそばにいられない自分が許せなかった。白巫女にお仕えする守り人に選ばれたのは姉だったから。ああ姉、暗い私の心の支えになっていたのは、泉の白巫女様にもって、朗らかで優しいリリー。いずれ白巫女になる時お仕えしできなくても、今はせめて私がお守りしなくてはならない。そんな時雨が降った。どこからか悲痛な叫びが聞こえてくる。守り人のオサはそれを死の雨と呼んだ。リリーは、リリーを奥にかくまい武器を取る。あ、それから雨は止むことはなかったと。ずっと雨が降っていると。守り人シーグレット、敵を振り回し周囲の敵に攻撃を与える。あ、新しいスキルですか。はい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 。サブスキルは再使用までのリキャストタイムや使用制限があることがあるが、他のスキルと合わせて発動することができる。シーグレットは白巫女リリを守るため聖堂で敵を待ち受けたが、終わりのない戦いの中、狂気に飲まれてしまったと。それがこのシーグレットさんと。おー、新しいアクション跳躍、これですね。二段ジャンプってことですか。空中で再び飛び上がることができるようになりました。あ、さっきのところ登れるってことを教えてもらいましたね。ありがとうございます。多分ですけど、話がどんどん進んでいく。汚れにとらわれていたこの者の意識を浄化された。まあちょっと一回ここで考えさせてもらいましょう。多分お姉さんがお母さんを守っていた、お母さんの巫女で、そのそこから生まれたリリーさんを、じゃあこのシーグリッドさんは守ろうとしていた。で、果たしてそのリリーさんっていうのがこの主人公なのかどうかちょっと未だにわからないですけど、まあでもここにいたからそうなのかなとは思いつつ、まあタイトルもエンダーレディーズなので、この子がリリーさんで、それを守っていたシーグリッドさんってことは、シーグリッドさん、レッドさんは知り合いというか、まあめちゃめちゃに守ろうとしていたってことですよね。ただお母さんは浄化をしすぎて倒れてしまったんでしょうかっていうぐらいな認識です。汚れにとらわれていたこの者の意識は浄化されました。記憶の中でリリーと呼んでいたが、きっとあれはお前の、あ、やっぱお前の名前なんですね。あ、生前につながりの深かった獣たちの記憶をたどれば何か思い出せるかもしれないと。あ、だから、リリーさんのことを守ってくれてたシーグリッドさんっていうことですよね。クリスソーダが動けるか。だからこの女の子の名前はリリーであると。そういえばここを開けた時にリリーって、あ、リリーの状態って書いてありますもんね。そうですよね、そうですね、なんかそうかなって思ったんですよ。これが2段ジャンプ OK です。2段ジャンプを手に入れました。シーグリッド、これもう抜け殻ってことですよね。多分そういう認識でいきましょう。一回戻って、まあ、セーブはもちろんなんですけど、これええ、あー OK です、 OK です。入手、汚れた銀のロザリオ、はい、HP の最大がわずかに増加する。なんかかけらとはまた別なんですか。あ、これがレリックみたいな、あ、レリックって書いてありますね。
ははは、装備品ですね。白巫女の守り主、守り人が身につけるロザリーを、彼女たちは白巫女を守るため地下教会で修練に励み、選ばれたものが守り人となるそうです。これでここ紫、紫じゃない、どう見たってオレンジ、オレンジにできました。上は落ちてくるしかないようですね。ではセーブしましょう。引き受けた汚れの魂のスキルがあります。スキルは、レストポイントでセットすることができます。レリックがあります。レストポイントでできます。解放されました。記憶はさっきのシーグリッドさん、そうですよね。で、あ、これか。で、レリックはさっき手に入れた、そうですね、これですね。じゃあまあこれはとりあえずつけておきましょう。スキルもとりあえずこれつけておきましょうね。ここでいいですか。使用回数は13回と。了解です。ということで今回はシーグリッドさんにお会いして汚れを多分払うことができました。ここまで見てくれてありがとうございます。